石川祐希の今。リーグ戦が延期になってしまい、しばらくは練習もできない状況です。新型コロナウイルスの影響で深刻な状況が続いているイタリア。そんな中でも石川にはこの地でプレーを続ける理由がありました。まあ、このオリンピックの結果次第でこの先が大きく変わってくるなっていうのは間違いないので。世界中で感染を広げている新型コロナウイルス、中でもイタリアは感染者数が9万人を超え、死者が世界で初めて1万人を超えるなど危機的な状況が続いています。そのイタリアでプレーを続ける石川祐希は現地で事態の収束を願う一人です。政府による移動制限の発動でリーグ全試合が中断となったのはおよそ20日前。その後チーム練習も中止となり、自宅待機の日々を送っています。専属トレーナーからのメニューをもとにペットボトルをつなぎ合わせた9キロの重りでウェイトを行うなど、未経験の工夫を求められています。国全体で移動制限がかかり、最小限の外出しか許されませんが、僕は体調を崩すことなく元気に生活することができています。試合が再開された時に必ず皆さんにいいニュースをお届けできるよう、今できる準備を続けていきます。代表での活躍が目立つ石川ですが、日本で出た課題をイタリアセリエ A に持ち帰り、世界中のトップ選手と切磋琢磨することで成長を遂げてきました。今年1月、石川はショートサーブの強化に取り組んでいました。これも昨シーズンの日本代表で浮き彫りとなった課題。多彩なプレーで得点源となり、日本を28年ぶりの4位入賞へ導いたものの、目標としたメダルには一歩及ばず。世界1位に輝いた西田有志のサービスエースは29本、対する石川は9本。ここにさらなる成長の可能性を見出しました。サーブを打つ瞬間、相手コートの前方が空いています。ショートサーブでここを狙い、相手の陣形を崩すのが狙いです。まだまだ習得過程の石川にはお手本とする選手が。キャプテンドラゴンのサーブうまいです。彼はサーブも全然ミスんないですし、結構いいサーブを常に同じペースで打つので見習いたいなと思うところです。オリンピックでメダル取ってる選手だったり、有名な選手がこのイタリアセリアには非常に多いので、まあ、その中でやるっていうことだけでも自然とそこのレベルになっていくので、これこそが石川がこの地に求めているものでした。昨シーズンは全26試合に出場し、サービスエースは29本。今シーズンはリーグ中断前までの19試合ですでに29本のサービスエースを取っています。ドラゴンのサーブを見て学ぶことでコースを狙う感覚が研ぎ澄まされました。まあ、このオリンピックの結果次第でこの先が大きく変わってくるなっていうのは間違いないので、結果を出さなければいけないというか、出したいっていう思いは非常に強いです。今イタリアは、そして世界は未曾有の事態に見舞われています。街から人が消え、日本から届いた知らせは東京オリンピックの延期。それでも時期が先になってしまっても、僕個人にとってのオリンピックの位置づけや目標は変わりません。日本代表選手としてオリンピックの舞台に立つためのやるべき準備を続けていきます。大歓声のコートへ戻る日が一日も早くやってくることを願って。
先ほど特集した石川祐希選手から今朝番組宛にメッセージが届きました。ライブニュースアルファをご覧の皆様、こんばんは、石川祐希です。日本からたくさんのご心配の声をいただき本当にありがとうございます。僕の住んでいるパドバの街は感染者の増加は少なく、街自体も落ち着いてはいます。しかしイタリア国内のニュースを見ると、やはり通常ではない状況は続いています。毎日たくさんの人がウイルスに苦しんで命を落としています。大切な人を失っている人がたくさんいます。僕も家から出られない状況やバレーボールができないことは過去に経験したことがなくて本当に辛いです。もちろん感染してしまう心配や不安もあります。日本の皆さんもきっと同じ思いをされていらっしゃると思います。でもこんな時だからこそ、自分のことだけではなく周りの人への感謝の気持ちを忘れずに行動することが大切だと思います。日本でも今感染者が増えてきているということですが、手洗い、うがいや外出を我慢することなど、僕たち一人一人の意識と行動がとても重要です。辛いですけど自主的にそれを徹底することが、感謝の気持ちを持って行動することだと思いますし、大切な人を失わない手段だと思います。ウイルスは本当に一瞬で広がります。今自分が目の当たりにしている状況が日本で起こってほしくはありません。